ワクワクチャンネル。はい、わかりました、ありがとうございます。いらっしゃい、いただきます。はい、ちなみに今握っているのは何ですか？あ、こちらはね、インドマグロのトロですね。トロ、はい、もう霜降りで、美味しいんで、はい、何種類くらい？あ、これが、そうですね、これはあの夜のメニューの特上握りなんですけど、はい、特上？はい、そうですウニクラが入って美味しいです。おいくらでございますかね、ちなみに。こちら2300円になりますね。なるほど、はいはいはい、それを食べられるんですね。美味しいですよ、これは。幸せ、はい、いや私は通常そう、なかなか食べさせてもらえないから、はい、嬉しいな。ネタは違うから、はいはいはい、松竹梅みたいな感じで違うんですか？そうですね、うちはね、波津市から波津市から上品菊とか牧場とか、はい、牧場まで4種類あるんですよね。はい、4種類。え、卵なんか違うんですか？あ、まあちょっと飾りで、はい、私の方からはだいぶもやだウニクラですか？イクラも今自家製でこれ作ったんですけど、イクラの方も自家製で、今北海道から生すじこがあるんですよね。それをほぐして醤油漬けで北海道の昆布醤油とか。確かに色が全然違いますね。そうです。ちょっとね、醤油の関係でちょっと黒っぽい。でも絶対味が染みてそう。美味しい。昆布醤油っていうのはやっぱり朝、醤油よりはちょっとまろやかな感じですね。昆布で出すと。楽しみですね。特上。美味しい。特上ですね。ペタが落ちちゃう。いや、本当に。早く食べたい。巻物ですか？そうですね、巻物ですね。美味しいトロテッキがあります。はい。はい、お待ちおさまでした。特上握りになります。うわー、すごい。これがトロで、そうですね、カンパチです。カンパチと甘エビと、あとトロと赤貝と、はい、こちらトロテッカ巻きになりますね。トロテッカ巻き、はい、あとウニと自家製のたまり醤油漬けになりますね。あとイクラちゃん、あと小卵ですね。おー、はい、いや、すごい。私このトロの、はい、油が乗った感じ、はいはい、初めて見ました。こんなマグロもあるんですね。そうですね、貴重なマグロで、はい、マグロがインドマグロになりますね。はい、はい、じゃあ早速、はい、どうぞ食べてください。はい、どうぞ。じゃあ続いて握りに行こうと思うんですけども、はい、でもその先に、ね、まずはそうですね、あちらをいただきます。はい、エビのね、確かそうなんですよね。エビのお味噌がいい出汁が出て美味しいですよね。あー、すごい。あ、でも全然きつくない。そうですよね、味噌って言っても全然まろやかで、はい、飲みやすい、はい、じゃあ
握りをいこうと思うんですけど、はい、これだけ種類があると、はい、食べる順番とかってあるんですかね。いや特にねないんですけど、自分のお好きなものから食べていただくのが一番いいと思います。なるほど、はいはい、どうしようかな、はい、いや、ね、聞くところによるとね、はい、卵が一番最初って言うんですけどね、はい、好きでいいんですお好きなものから好きでいいんですよね、はい、じゃあいや、やっぱ気になるのはトロでしょ。トロです美味しいんで、脂があって、ね、いただきます。やったー、口の中で溶けますね。美味しいですね。アズマジュさんの場合は、はい、あれですか、はい、ネタを結構くるむ感じ、くるんでる感じ。そうですね、うん、そうですね、すごい、だから、はい、大きい、はい、もうすごい味わいの、はい、口の中でまだ残ってます、はい、嬉しい。やっぱあの1個でこう満足できるように、うん、こうネタも多少厚くサービスしてやってます。嬉しい、はいはい、本当に美味しい、はい、いただきます。食べた握りのトロと、はい、この巻きのトロはまた違うんですか。こちらはすき身といいまして、うん、あのこう骨、マグロの骨についたこの、うん、あの引っかいて、うん、はい、包丁で叩いて、うん、お客様に出してますね、はいはい、一番美味しいところは骨のすき身っていうのはこう、はい、トロトロして中落ちて、はい、美味しいです、はい、そしてやっぱりいくらイクラもこれ自家製の、ね、自家製の、はい、そうそうそう、醤油漬けなんで、ね、はい、醤油漬けだけど醤油、まあ、そのまま食べていただいた方が、はい、美味しいと思います。はい、うん、え、全然、はい、しょっぱくない。しょっぱくないですね、うん、はい、あ、めっちゃ食べやすい、はい、ちょっと通常のイクラは塩漬けなんで、うん、こちら醤油漬けなんで、うんうん、はい、昆布醤油で漬けてあるんでちょっとこう口当たりがまろやかで美味しいです。うん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 、はい、あ、ちょっとびっくりしました。はい、うん、いや、正直これ見た目の色が結構 ね、はい、味きついかなと思ったんですけど、そうですね、全然、はい、あ、醤油のまろやかな昆布醤油、はい、卵、はい、卵、ね、卵がね、なんかすごい大事なんですって、そうですね、聞いたことがあるので、ね、はい、卵は醤油、卵も軽く好みで醤油つけていただいて、はい、そうですね、軽く醤油つけたら美味しいと思いますね。甘いの、ちょっと甘いのが、うん、アクセントでね、ほっとしますよね、うん、いや、幸せな時間でした。あ、美味しかったですか。ありがとうございます。ありがとうございました。今日も本当にありがとうございます。いや、いい経験させていただきました。いやいや、ありがとうございますありがとうございます。はい、京王線多摩連駅前の東市でございます。昼の営業は11時から、2時まで、夜の営業は、4時から10時まで、ね、営業になります。今あのテイクアウトと出前の方も頑張ってやっておりますので、はい、毎日豊洲市場の方から新鮮なお魚を仕入れておりますのでよろしくお願いいたします。あとワクワクチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。